女子大生とドライブタイム。はい、こんにちは、ブルーホースでございます。今日もね、やっていきましょう。バイオハザード4、今日はいつもよりテンション高めでやっていきます。なぜかというと、今は一人しか家にいないからね。楽しんでやっていきますよ。ということで、まあぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してから動画最後までしっぽりとご覧いただけたらと思います。あー、うにゃろー、陰でおう物が飛んできた時のアシュリー、それを破壊するとガッツポーズ。もう一回見せてくれないかなと思うけど、そんな隙は与えないということで、いじめ心がニュー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 するよ。さあ、チュイッとチュイッと、さあ、いつになったらこいつら攻撃反撃をできるのだろうか。とりあえず蹴っておこう、キック、うん、蹴っておこうもキックも同じ意味だよ、ベイベー。皆さん知ってる、うい、チュイッと。まあ、こういう騒がしい系の動画が苦手という方はね、これ以外の動画を見ご覧いただくのがいいのじゃないかなと思って。って言って、いつもなんか自分の動画を貶めて、なんか別の人たちをこうおすすめするっていう、なんかこう、ちょっと、どちらかっていうと、こう、悲観的な動画やめた方がいいよね。悲観的なこと言わない方がいい。もう僕の動画最後まで見てって、見てってくんなきゃ、さあ、僕死んじゃう。うん、本当に死んじゃう。誰や、コメントで今。そして、蹴ります。よし、うれ、まだ生きてる、まだ生きてんのか、強いね。さすが世紀末。ゴーゴーマッソーキンケック。あ、こいつら、仲いいね。二人でお亡くなりですね。ということで、開けます。さあ、チュイーチドン、ゲッチュベイベー。なんで生きてんのかよ。しれっと言う。危ない、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 危ない。オッケー。そう、いつもね、なんでこんな手にしたかいかっていうと、いつもね、夜中に一人でプレイしてるんですよ。嫁さんと娘さんが、娘さん？これ前もやったな。娘さんじゃなくて娘ちゃん。あお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 。お、お、首で、お尻、ケツ。てっ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 て。にゃろう。そう。そう。で、その嫁さんと娘ちゃんが二人寝た後に別室、もう当然その寝てる横とかでこんなペラ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 喋ってたらクソやかましくて仕方ないし、子供ギャン泣きしちゃうからあれなんだけど、その寝た後に、まあ、一人ちょっと別室で、まあ、今もまだちょっとマシになってきたけどね、夜中にしっぽりと寒いと、あ、パンツが見えてる。ああ。こんな臭いところでプレイするの？いや、違う。空中プレイ！うー！さあ、脱げ脱げ！君の尻、なかなか良かったぜ。Thank you。 なんかもういろいろと意味がね、うん、そうだから夜中に一人でしっぽりとやってるから、どうしてもこうテンション上げきることがなかなかできないっていうちょっとネックな部分があって、でしかも思いつきで喋って、特に台本とかあるわけでもないし、なんか起こることそれに対して実況をしたりとか、なんかその場その場で思いつくよくわかんない雑談をしまくるっていうね、まあ、どちらかというとまあ筋トレコーチングバスケみたいな話が結構多かったりとかするんですけど、僕の場合、まあ、それくらいのジャンルしか話すことができないからっていうね、時々エロ系の話なんかをしたりもするんですけど、なんかだから面白いのが、結構そのなんだろうね、みんなさ、特に男子だけどさ、AV 系でなんか知識を得たって勘違いするんですよ。あんな激しく女の人のことをガチ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 操っちゃって、操ったらっておかしいな、ガシ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 やっちゃったら、それは痛いし気持ちよくないんですよ。ああ、でなんかただただ乱暴に扱われただけっていうことだったんで、だから AV を見てなんか知識得たつもりになってそれを再現するってなったら、あんなもんね、言い方悪いけどパフォーマンスじゃけ、だからそれやっちゃダメよ絶対に、うん、だから相手がこう毎回いろんなことをこうするにおいてどんな反応をするのかっていうことをちゃんと見てあげて、あ、これは痛いんだなとか、これは気持ちよくないんだな、あ、これはもっとしてほしいんだなっていうのを、こう、息遣いだったり、腰の動き方だったりとか、それからこう、密着度合いとかっていうのを見て、あ、じゃあもうちょっとここを攻めてあげようとか、ここはあんま触らないでほしいんだなっていうことをちゃんと把握しなきゃいけないんですよ。そういうのは、AV は絶対に教えてくんないですから、うん。AV は残念ながら、なんかもう激しくされればされるほど、こう、大げさにアクションして、あたかも気持ちいいって女優がこう、勘違いさせてくれるっていう、もう単なる、ショーパフォーマンスでしかないから、今も、中にはその恋人っぽくやったりとか、なんかなんとか講座みたいなとかやったりするけど、それに関してはもちろん勉強するに越したことはないですけど、勉強の仕方を間違えたらいけないっていうのと、あとはなんだかんだやっぱり実践しなきゃ得られない、その体験っていうのが当然あるから、まあ、その、実践できないですよ、体験できないですよっていう方はもう残念としか言いようがないんで、まあ、そこに関してはなんとか頑張ってねっていうしかないですけど、相手見つけてねっていう話なんですけど、だから
なんだろう、まあ、本当にそれを実践する場っていうのは、どっちかっていうと、ちゃんとした恋人を捕まえたりとか、まあ、汚なセフレ捕まえてねっていう、そう、近いセフレ捕まえてねっていう話になるんですけど、まあ、プロのいるお店に行くと、なかなかそういう経験は得にくいというか、まあ、なんかもう全部リードされてしまって、一方的に快感をこう覚えて、気づいたら、もう白濁液まみれになってるっていうオチになっちゃうから、まあ、そうならないためにもね、そうならないためにも、ちゃんとした、経験を積んでいく機会がもしあればね、そっちを、いろいろと、シコシコとやっていかれるのをお勧めしたいなっていうところですね。おう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 、めっちゃ飛んでくね。うん。そう。まあ、僕も別に経験がめちゃくちゃある。あれまだ戻ってないのかーい。僕もまだめちゃくちゃ経験があるってわけじゃないですけどね。うん。でもなんかやっぱりその数限られた中でさ、自分だけじゃなくてさ、お互いにさ、ちょっと待ってね。お待たせしました。まあ、動画自体は続いてると思うんですけど、ちょっと本当にわからないくらいに今、緻密に繋ぎ合わせた動画を。うん。いや、珍しくそのさっき娘ちゃんと嫁がいないって言ったじゃないですか。昼間にプレイができてるんですよね、これ今。だからっていう理由がある。と思ってたら、まさかのピンポーンってなってね、郵便局来た。ねえ、いやー、びっくりしたわ。え、何事だって思ったもんね。こんな昼間にね、来客が来るなんてもう怪しい宗教勧誘か不動産営業か保険の営業くらいしかないかなと思ってたもんだからさ。まあこれが在宅をしているあれですよ。まあ在宅勤務はしてないけどね。在宅勤務はしてるけど、別に今日、普通に休日だし。これを収録してる日はね、休日だからね。うん。まあちょっと、嫁ちゃん、娘ちゃんがお出かけしてる最中、僕一人お留守番っていうね、ちょっと今寂しい状況なんですけどね。はい。で、まあ数限られたさ、エッチの回数の中でさ、やっぱり自分だけが気持ちよくなってもさ、仕方ないしさ、次につながるエッチをしなきゃいけないって思うわけですわ。うん、なんか一方的に気持ちよくて果てて、あ、よかったわーってなっちゃって、もう相手がさ、そう思ってなかったら、もうこの人と二度とやんないってなったら、もう聞くがないわけじゃないですか。もちろんその夫婦とかさ、カップルとかだったら、もしかしたら仕方なしに儀式的にやるかもしれないけども、頻度は間違いなく減っちゃうわけだから、相手のためを思ってやるエッチっていうのが、何よりも心が満たされるエッチっていうのが、まあ、男はね、下半身で語るバカな生き物ですけど、だけど、それだけじゃないっていうことに気づけたら、最高のエッチができるわけなんで、ね、だから今からこのエロエージェントに関しても、なんか女子大生とドライブをしながら下半身をうごめかせるっていうね、本当にエロいシーンが、まあ、エロいシーンはないんだけど、僕勝手にエロに結びつけて、エロいこと語ってるだけなんだけどね。でも、エロは愛を救うよ。ん？エロは愛を救う？違う。エロは地球を救う。そう。だって、普通に考えたらさ、本能に従って生きるならって話っすよ。本能に従って生きるんだったら、普通にエッチして子供作って子供がどうすら育てるっていうことについて幸せを覚えるっていうのが生き物なんすよ、うん、じゃなかったらこう自分の子孫を残していこうなんてことがないわけだから。でもそれは人間に関わらず ありとあらゆる動物に関して、まあ動物というか生物かに関してそういう本能が備わっているから、子孫繁栄でいろいろとこう試行錯誤しながら子供を作っていろんなところで生活していってっていうのをこう繰り返していく。これが歴史なわけじゃないですか。まあ、残念ながら今人間に関しては子供を作るとか、まあ、セックスをするとか以上に、子供を作って子育てするとかセックスする以上なその楽しみとかっていうのが増えてきてしまっているから、別に子供作らなくてもいいよねとか、セックスしなくてもいいよねって、それよりも例えばスマホでゲームしてる方が楽しいとか、まあ、なんかどっかで旅行出かけてる方が楽しいとかっていうのになってるから、単純にお金がないから、税金がめちゃくちゃ高くて、日本人の場合税金がめちゃくちゃ高くて生活がしにくいから、若者はなんとか丸々離れしてるんだみたいなことを言うけど、それは一概に言えなくって、別にセックスしなくてもいいです、子供作らなくてもいいです、子育てしなくてもいいです、だってもっと他に楽しいことがあるんだもん、それ以上に楽しいことがあるのに、まあ個人的にはね、個人的にはそれ以上に楽しいことがあるのに、別にそんななんか子供とか作ったりとか、なんか彼女捕まえて彼氏捕まえてエッチとか別にしなくていいんじゃないって思ってる人たちが出てくれば、それはそれで仕方ないよねっていう話なんですよ、うん、だからそれよりもその、まあ、金銭的余裕っていうものも与えつつ、かつ
やっぱりあのエッチした方がいいよねとか、子供作って子育てした方が楽しいよねって思えるような生活環境っていうのを作っていくっていう、そこに努力をしていかないと国は滅びるよっていうのが今の政治の課題なんじゃないかなっていうのを思ってるんですけどね。でなんでこんな国になんかちょっと幅を広げて、あれ上から来ないと思って、あって上からじゃなくて普通に追いかけて、こういらっしゃいませいらっしゃいませ、そう あえてこうすることによってあのトラックの荷台にね、あのたくさんのアイテムをこいつらに落としていってもらおうという、そんな下水考えでございます。はい、あの乗ってくる前にね、あのチュドンってやってしまったらもったいないですからね。おい、いらっしゃいませいらっしゃいませ夢を英雄になれたければ夢を持つ、そして運びまーちゅい、全然追いついてこないじゃんこいつら、蹴っちゃうよもう間違えて、拾うってコマンドが使ってほら破滅できないんだから、拾うつもりで蹴るってボタンを押しちゃった時点でもう蹴っちゃうんだからさ、ほいちょい、オッケー、気持ちいい、にゅー、きたー、オッケー、もう燃えてるからもうこれで撃破ですね、オッケーオッケー。まあそんなところっすよね。だから僕もさ、まあ僕はどっちかっていうとその老後というかリタイアが近づいてきた年齢をまあ早くこうちょっと自分のために過ごせる人生を生きたいなっていうのと、かつやっぱり若くて体力のあるうちにもう元気すぎて体力底なしの子供と遊べるような親父でありたいっていう希望があったから、これ当たった大丈夫だよ、当たってるよね、あよかったよかったっていう規模があったから若いうちに結婚して早いうちに子供が欲しかったっていうのがあると、まあ、とは言いつつもあの28で子供なんで、まあ、まあ今の時代からするとちょっと早い、まだ早めの方なのかな、うん、まあ、2人目はまだこれからってところなんですけど、まあ、2人目これからってなったら確実に早くても31歳にはなっちゃってるから、31で仮に22までだったら53で子供が、まあ、大学卒業するでしょ、うん、まあ、53から55くらいにかけてかな、まあ、院まで行くってなったらまた別かもしれないけど、うんっていうのがあるんで、まあ、でも55からってなると、まあ、人生100年時代で考えたら人生の半分はそこからまあリタイアして嫁さんとしっぽりとしてっていう、まあまあ仕事は続けるけどさ、仕事は続けるというか続けざるを得ないからあれなんだけど、あおうおおしれっと登ってきやがったんだろう、そろそろあれかな、降りてくる、降りてく、いる、いる、ダメです、ドライブするのは僕と彼女だけなんです、君たちはいらないです、女子大生と二人っきりでドライブする機会なんてなかなかめったにないですからね。ということで、いるーチュリン、うわー、なんか全部のゲーズあいつにしこたまぶち込まれたって感じがするな。あーまたちょっと相乗りしてるバカがいる、そんなことダメですよ、僕だけの女だ、気持ち悪いな、30歳そこはさ、ゲームでさ、いやマジでそんなこと言ってるっていうことを想像してみ、兄弟吐き気がするだろ、見て癒されてくださいよ、ほらおっぱい、 H カップのおっぱいと見えてるパンツ、閉じる気がないもんね、思いっきり見えてるもんね、ほらもうこ、あ来てるわ、終わり、はいもう一回もう一回、サービスショット、皆さん満足できた、よしじゃあ行こうか、うん、まあ、残念ながらこの後の女子大生はもうあの初老の親父に手を取って連れて行かれるというね、もう残念なことが起こってしまうんで、まあ、そうなってもやっぱりアシュリーたちは俺たちの心、アシュリーたち、アシュリーアシュリーたち増えた、アシュリーが増えた、なんてこの上ない幸せなんだ、アシュリーがいなくなったとしても、うん、まあ、さっきのシーンに戻れば我々はアシュリーに癒されるんだっていうね、まあ、そういう、うん、そういう人生を生きていくのもありなのではないだろうか、はい、というところですね。まあ、ちゅうことでもう間もなくなんとか、うん、無事になんとか、うん、いけるんじゃなかろうか、キック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 、トントントン、まあ、テンションをさ上げてプレイできようがなんだろうかさ、まあなんだろう、話すネタがしょうもなかったら全然もう皆さんにとって何これってなるよね、だって喋ってる俺が一番持ってんだもんね、
早くゴール地点たどり着かないかな。とりあえず蹴ります。はい、まあ楽しけりゃなんだっていいんすよ。だって人生なんて暇つぶしじゃん。別に一生懸命シコシコやったところでさ、なんかこう歴史の教科書に残るくらいの偉業さえ達成できればいいのかもしんないけど、大概さ、もうなんか墓に生刻んでもらうくらいじゃないですかね。一個思うのが、まあそんなことないんだろうけど、地球ってでかいし、なんかその人間がさ、こうもうこれ以上埋めることのできないくらい死者数が出て墓がいっぱいできまくったらどうするつもりなんだろうね。まあ、その頃には多分もう地球もなくなってるんだろうけど、なんか太陽の寿命とあと5億年とかって言われてるっぽいからね。5億年って考えて意外と短いよね。だって宇宙の始まりが150億年前でしょ。で地球が誕生したのが46億年前で、海が誕生したのが40億年前って言い方されてるから、そう考えると地球の歴史がまあ約51億年で終わるみたいな。まあ地球はどうなのかな、太陽がなくなったらまあほんの数日数週間でもうあの地表にその熱が届かなくなっちゃうから、まあありとあらゆる生物があの凍って死んでいくみたいな感じになっちゃって、まあ結局そのなんだっけ、生物がそもそも生きることのできない惑星になっちゃうわけだから、あの地球がね、うん、まあだから実質地球が死んだようなものになっちゃうからね。まあだから本当に我々っていうのはまあ恵まれてるんですよ。だからその人間の歴史で言ったら地球とかあの宇宙なんて本当広大すぎて我々には理解できないですよ。それを理解しようと NASA を中心にいろんなところがね、研究機関とかがこうね、いろいろとやってくれてるっていうのは本当に異常というかありがたいというか、まあそんな感じではあるんですけどね。まあという話をしつつ、もう間もなくね、あのこのチャプターが終わりになってくるということですね。だからまあ人生100年時代って我々生きてる人間にとっては長いような気もするかもしれないけど、本当に鼻くそなんですよね。拭いて消せば飛んじゃうみたいな、消し飛んじゃうくらいのね、まあ感じなんですけど、まあとは言いながらも苦しい恋しちゃったんだ多分。抵抗しても私に恋するのに決まっているのだよ。あー気持ち悪いかも。目が蛇みたいだよね。こんな目してんのこいつとオロチマルくらいでしょ。はっ、巨乳プルン、ミキプルン、目覚めれば赤眼。おはようございます。やっぱプルンプルンしてるよね。この発信機もさ、音が鳴らなければバレなかったんじゃねえかって思って、あ、でもどうだろうな、暗闇の中に行ってたら、ね、音も鳴ってるわ、光ってるわだったらもう、初めからバレてるっていう感じですよね。多分、今のレオンが倒れてる位置と、アシュリーのこの角度からすると、見えたって感じですね。まあそんな話をしつつね、まあいつもよりちょっとテンション高めで頑張ったつもりだったんですけど、それが伝わってくれたら幸いでございます。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら嬉しいです。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。